じゃあ、はい、豆盆栽愛好家の昼間です。よろしくお願いします。豆盆栽愛好家の豆盆栽ですが、これからもう衝撃を受けて、はい、はい、豆盆栽を今作ろうとこれです、ね、考えているところですね。うん、で前にこれは赤松の、フェスで買ったやつですね。うん、で日野さん買いそうって言った、いわゆる昼間なんとか流みたいなやつを言った形に一回作ってるはずなんで、はい、多分これ動画残ってますね。はい、それをまた畳み込んだ、それをねまたねギュッと縮めたんですね。うん、こうちっちゃくというこんな、これは赤松ですね。はい、こんな面白い形になりできましたって、これ一つ作ったやつ、それと昨日ですね地元の盆栽会で後で画像出ると思うんですけど、はい、多分20センチから25センチぐらいのみんなまっすぐな五重松で文人作ろうと思って買ってきてたんですけど、はい、まあ、その後これを作られた作者の方と会長さんと話してて、なんかいつまでか感化されてですね、ぐる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 ちっちゃく作りたくなっちゃって、この風に作ったと。なるほど。正面でもいいんですけどね、こんな小さいやつを作ったり、畳み込んだと。畳み込んだ、はい、でこれはね県外風のやつですかね。県外風というかこうねもうどうなってるか分かんないです、ね、どうなってるか分かんないですけどね、ぐちゃぐちゃに曲げて、うん、まあ、こんな風に曲げたっていうね。なるほど。これと比べてもちっちゃいですもんね、これ。いやだからすごいですよこれ、本当にすごいと思う。すごいすごいすごい。そうなんですよ、だからこれでもそこまでいかないんで、もっとね本当は縮めなきゃいけない。まあ、これなんか植え替えしたらね、多分足元もうちょっと出てくるんで、もう一回曲げなきゃいけないと思うんですけ ど、まあ、こっちの話は置いといて、はい、まあ小さく作りたいなっていうことで、これはカンちゃんが、挿し木をした木だっていうことですね。でこれをちっちゃくできるかということで、ちょっと今日はチャレンジしてみようと思います。うん、だから目標がこのこれですよね。そうですね、まあ5センチですよね。これ作れるのかなって感じですよね。ですよね。この辺をちょっとチャレンジしてみようかな。はい、まだこれちょっとカンちゃんお金払ってないんですけど。お金払ってない。まずは剪定してですね、ちょっと葉っぱを少し抜いていこうと思います。うん、まあ剪定はちょっと長いやつからですね、はい、抜いていっちゃいます。イメージとしてはですね、こっちがちょっと太い気がするんですが、枝の位置からするとこっちが芯になってくると思うんで、うん、針金をこっちに巻いて、こっちはぐるぐるぐる畳み込んで芯を作ると。でこっちはまあできるだけ曲をつけながら、まあ、差し枝風に作っていくという感じで、はい、やっていこうと思います。これでいいかな、裏枝これで作れますかね。裏枝まあとはいるのかどうかもありますよ ね。これでも枝が出てんのかな、どっか。んこれ枝、あ、上に巻いてるような感じ。はいはい、ぐるぐる巻いてとかはあんまりそこまで。でも幹もこれ畳み込んでますよね。畳んでますよね。畳んでます、畳んでます。で太ってくっついてみたいな、うん、そうですね、感じか。折って3年目って言ってましたから。折って3年で昨日もねちょうどその会でお話しする機会があったんですけど、はい、やっぱり1年目か2年目ぐらいで鉢上げするんだそうですね。はい、で剪定を、この辺でいいと思うんで、その下で切ります。3年ぐらいかなですかね。1回曲げてますからね。そうそうそう、出して根が出て、そうですよね。少し枝を剪定していきますね。はい、こういう太いの、太いのだけ残して、あとはちょこ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 切っていっちゃっていいと思います。もう上向いてるから切っちゃおうか。もう掃除して針金かけて、うん、そうですね、潰して、はい、終わり。そうですね。ただ潰すのもね、どういう格好にするかって潰しながら考えていくんで、こっちが今上にありますけど、ねじってるうちに下行っちゃったりとかすると思うんで、はい、とりあえず針金をかけやすいように剪定だけしといて、最後もう一回仕上げるようになると思いますね。うん、はい、こういう枝股の分かれのところですね、そこだけきれいにしといて。しても針金がぶつかって、あ、そうですね、外せなきゃいけないですもんね。まあそうですね、あの針金がまずかけた時にそこで限界っていうところが多分ぶつかっちゃってあると思いますね。ミニ芽生えちゃいましたね、ちょっとね。ミニ盆栽、ミニっていうか豆ですよね。あ、そう、それで浜野会長がこれ作られた方絶賛しててね、あのこれはもう趣味でやってる方だって、プロだったらこんな一生懸命できないって、ね、そう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 、喜んでましたね。普通ですと針金を後ろに持ってってですね、はい、こうやってぐるぐるっとさっき言ったかもしれないんですけど、そうするとここは何ていうのかな、ここがこう右にぐるっとねじれてるんで、それをそのままこう回転していくと右回転右回転でぐるぐるいっちゃうんで、うん、あえてですね、ここはここは右に回ってるんで、それとここは先ほど裏枝って言った、うーんとどれだっけな、これか、はい、これが前に来ちゃうんですよね、裏枝が。それなんで一旦ここはですね、こっち行ってここまで右行くんですけど、ここから左回転で
ちょっと作っていこうと思います。だから正面にね、針金入ってきちゃうんですけど、とりあえず、まあ、木作りなんで、見た目よりも形作る方を優先してということで、正面針金入れて、こっちが左回転、こっちが右回転か。はい、ちょっとそんな風に作ってみたいと思います。2.5 ミリですね、アルミ線で。ここでいいかな。はい。畳めるかっていうね。ねえ。これをこのサイズまで切るのかなと思ってる話ですね。本当にこれ匠の技ですね。匠ですよね。これの難しさが。うん、やっててね、分かります。ねえ。だからこれ作ったって言ってもやっぱいかないんですよ、そこまで。全然大きさね。うん、いかないいかない。こんだけ畳んでもいかないんで。でもこっちの方が古いですもんね。古い古い古い。もうワンランク下ですよね、大きさ的には。じゃあこれを最初見た時に僕もちゃんとリアクション取れたんで、盆栽知識がついてきたのかもしれない。自画自賛。そうそう、自画自賛。我々がね、今まで見てこなかった世界ですよね。で、目覚めた昼間さん。目覚めた昼間、豆盆栽。もうなんかこういうちっちゃいのばっかり作ってますからね。あ、そうですか。そうそう、だから昨日の展示会もね、ちっちゃいやつ、もうどうやったらちっちゃくなるかなって、臓器とかもね、買ってきたんですけど。盆栽何十年もやっててもまだね、こうやって発見がある。うん、新しい世界を知ったっていうことですよね。まあ知ってはいたんだけど、まあ共感したっていうんですかね。この中でも最高峰というか、そうですね、このサイズのはないですもんね。そうなんですよね。太くて高いみたいなね、いわゆるミニ盆栽の高級品みたいな。そうですね。のはよく見ますけど、これがね、やっぱすごいのは、これでちゃんと作って持ち込んでるっていう話のがすごくて、私はこれでしばらく作ってやっぱり太らせるつもりなんですけど、はい、怖いですもんね、これに入れるのがね。まあ、あのかんちゃんが大変なんで、かんちゃん大変なんでね、これ。家だったら枯らす自信ありますね。枯らしますよね、水が。でこうやってね、あの作って肥料あげて太らして、で鉢あげて、ね、ワンシーズンで枯れちゃったなんて言ったらやっぱりがっかりしちゃうんで、でもあるあるですよね。ありますよね、十分ありえますよね。この小さい鉢でやられてるって、今小さいのね、やってる方いっぱいいるんですけど、まあ、皆さんすごいなと思いますよね、やっぱりね。私はね、もう今の段階だと想像つかないんで、曲げながらですね、形を考えていくと、はい、現時点ではもう、これはこっちに巻いていくよ、これはこっちに巻いていくよっていうことですので、はい、そうするとまずこの辺を一発ギュッと曲げて、この辺も曲げて、もっと曲げたいな。大丈夫ですね。上はね、手繰りますけど、これは多分こんな形でちょっと割れてきましたけど、ここら辺が割れてるか。うん、だからここで曲げればいいんですけどね。ここをもうちょっと寄せたいんで、針金を持ってですね、もっとグッとあれを確認しながら。撮影が大変だこれ。ああ、動くと全部見えなくなる。くっつけたいな、これ元からグッと。で外に開いてですね、おっと、簡単に曲がると怖いな。でどうなってるかよくわからなくなってきたけど、さあ、じゃああとこっちですね。一旦この辺でこう曲げといて、ここから後ろに、でも本当パズルやってるみたいな感じですね。パズルみたいですね。ちょっと針金かけておきましょう。これもこれなんか不思議なのは、二股のこういうところの間からこういやらしい指になってる。本当に本当にいやらしい指になってます。この二股のところの間から一本出てて、はい、それから葉が出てるじゃないですか。あ、これってな、根なのか。あ、これね、そう、枝を折って畳んでそういう風にしてるのか。曲がったところで出てきた枝ですか。こうなって、ね、ここが出てるじゃないですか。私知らない。片手じゃそれしかできない。そうそうですね。根なのか枝なのか分かんないですよ。そうですね。変な指になっちゃった。これは、まあ、商品盆栽にいろいろと我が振り終わったですね。我が
商品盆栽の輪が、あ、輪が広がってる、輪が広がってる、うんうん、商品とまた違うのかなという気もしますけど、ね、あ、この世界はね、うんうん、また違いますよね。豆でいいんですかね。豆なんでしょうね。そうですね、商品というと普通のね、あの箱飾りっていうかね、やっぱ中華店の、うん、そうそうそう、20センチの、あ、これぐーっと持ってっちゃいますね、はい、かわいそうとか言う人いるんでしょうね、これでね。あのちょっと前にこう畳み込んだ木に、それを畳み込むのが自然じゃありませんって言うんですけど、はいはいはい、山木の方がよっぽどすごいのあるよって思いますよね。山木の方が自然じゃないですよね。人間の手で作った曲げよりももっとすごいのいっぱいありますよね、うんうんうん、そうですね、ぐっちゃぐちゃありますもんね。人間の手でできないですよね。そうですよね。本当あれ取りたいんですけどね、ちょっと取れないぐらい、今日すごい心拍があって、すごい気があって、人生かけて買う木なんですよね、うん、私の全、盆栽を売っても買えないぐらいの心拍だったんで、ちょっと諦めましたけど、ぜひ見せたいというかね、うん、ご披露したいんですけどね。これぐらいの素晴らしい木ですね。興味のある方は東洲園へ。そうですね、そうですね、多分まだありますよね。はい、あります。人生かけるつもりで見に来てくれる。札束持って札束持ってというか、持てるか、うん、ちょっとこれがよく分からなくなっちゃったですね。でもなんかちっちゃくなった感じしますね。そうですね、ちょっとこの2つをね押さえたいんですけどね、うん、どうなんですか、手応えとして。手応えいいんじゃないですかね。多分割れてないと思いますね。これだけ畳みたいんだけど、うんうん、もう針金かけられないですね。 0.5mm の0.5mm の針金使えばいい。そうですね、豆盆栽やる人の必需品じゃないですか、そうなんですかね、 0.5mm ね。あ、昨日もその話を、うん、その方にしたら笑ってくれましたね。矢島さん捕まってましたよ。あ、そうですか、うん、さすが。とりあえずこんなになりました。もうちょっと顎を引いてもらえませんか。その蜂の顎を、そうそうでも、なんとなくぽいですね。ぽいですかね。多分これでも下向きの、どうでしょう大きさ的に、うん、まだちょっと、まだちょっと横幅ですかね。背高くしたりして、え、横幅ね。あ、それはね、まだもう一回縮ます。これで少しね、あの太らせるんで枝葉残しといて、でそのうち、うん、あの内側、うん、淘汰されて内側のやつは枯れていくと思うんで、そしたらまた少しさっぱりすると思うんで、うん、この下向いてるやつとか枯れますもんね。うん、と思いますね。これもね、ぐちゃぐちゃしてるんで、うん、とりあえずだから主要な枝のこの芯と、うん、この差し枝と言われるこの辺見えますかね。この辺のね、この辺え、あ、見えないか。全然見えない。ここにあるんですね、差し枝。この差し枝が畳み込んでます。これってこれを下げて、差し枝、なんとなく、ね、ぎゅーっと内側に下向いてるんですよね。下向いて内側に寄せて、また曲げてみたいな感じですね。これできそうですね、なんか。なんかね、なんとなく。これで太って。あ、そうそうそう。で、ちょっとこの辺から見ると、こう幹がこう曲がってると思うんですよね。うん、で、こっちはあの最初に言ったようにこう右回転してるんだけど、ここから左回転に変わってるんで。うん、まあ多分面白い曲になるんじゃないかなと思います。これ右で行くとね、多分グニャグニャってなっちゃうんで、ちょっと近づきましたかね。ちょっとってか、なんか将来こういう風になるんだよってなんとなく言えば信じちゃうやつ。そうですね、はい、だけどあの最初の状態からどうやってこうなったか全然理解できなかったああそうですね、よかった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 、よく分かんない、よく分かんなかったですね。どうなったのか、なんか曲がったんですね、とりあえずね、とにかく曲げて近づけた。そうですね、はい、ということで将来はこんな風にできるように。大きさは大体一緒です。大きさはね、とりあえずね、とりあえず なんちゃってミニで。ただじゃあまた続きもんですか。そうですね、これ太らして、針金取ったところで、で枝をまた懐の枝を取れば、うん、少しずつ成長していくんじゃないですかね。なるほど。ということで豆盆栽まず第1弾ですね、はい、はい、じゃあこれもシリーズ化で、はい、シリーズ化でこれもそうですね、みんなね、うん、本当はね、曲げたとこ取ればよかったんですけど、まあ同じ作業ですね、みんな。葉っぱがやっぱ、葉っぱがね、そうなんですよね、縮んでくれるといいんですけど ね、そうですね、端を短くないとやっぱミニの下部に、あ、そうですね、ね、サイズ感が、そうなんですよね、葉っぱ切っちゃってもいいんですけどね。なるほど。また篠宮さんがいらっしゃって、そうですね、
まだっていうか、こっちの動画のが先なんです。こっちの先なんです。あ、そうかそうか、こっちなんですね。あ、そうか、これで映したらまずいんですよね。いや、いいんですよ。いいんですよね。12月に、盆栽世界さんが発売するときに、まあ、コラボ企画みたいな。そうですね。あ、コラボ早めに言ってもいいんですもんね。そうです。で、編集長がここにまでいますよ。はい。今日はだから12月4日の盆栽世界1月号ですよね、はい、のコラボ動画を撮って、それの今宣伝動画を撮ってると。そうですね。順番逆になっちゃってますからね。ということで、今回は掲載されるということです。よろしくお願いします。こういう関係だから言えるんですよね。そうです。こういう方なんで。はい。枯れることを恐れちゃダメだよ。ああ、なるほど。昔ね。その人はね、ギリギリの仕事をやったと。新発の枝を曲げんでも何でも。だから枯れるの。そういう人ね、仕入れに行ったりなんかさ、うちの父親がよく言ってた。枯れ木の山だよ。だからそれほどね、緩やかな気持ちで、その楽させちゃダメだ。だからギリギリの仕事やれと。岡本太郎と同じことをやらなきゃダメなの。だから岡本太郎はね、パリ留学時代にさ、ね、二つあったら難しい仕事に、ね、没入して選んだと。楽な道を選ばなかったと言ってたからね。だからそういうのもさ、あなただったらできるかもわかんないけど、一般の人だとね、ギリギリやっちゃうとね、曲げたりね、また戻したりしてね、水すぎやっちゃうんですよ。だからそういったこともね、一つの経験だからということをちょっとどっかで言っといたのにね、かますから必ず。ギリギリの仕事しましたね。ギリギリの仕事。はい。枯らすことを恐れない。恐れないっていうことですね。はい。じゃないといいもの作れないと。そうですね。そういうことです。はい。ということで、ギリギリの仕事をちょっとやってみましたと。はい、最後社長が締めていただきました、ね、今日の一言、はい、お楽しみください。緑になってるか茶色になってるかということで、ちゃんと報告しましょう。報告しましょう。も枯れても報告しましょうね。これね、はい、じゃあ一応今日はこれをやったということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。